うんこらん静かにしろよ。うんこや。大丈夫ですか。おっぱいおっぱい。焼いてないし、これ焼いてない。はい、もうこれ転校してないとな、マジで。ああ、瀬戸見てに酔えやった、俺の隣が一番いいやな。瀬戸皆さん、一旦座ってもらってもよろしいでしょうか。夏目先生、はい、絶対座ってください。ありがとうございます。座ってください。座ってください。座ってください。夏目くん。ふざけんなよ。勝てるかよ、これ。リンさん、じゃあこちらに来てもらっていいですか。はい、この椅子の椅子に座ってください。おいおいおい、人狼ゲームっぽい死に方してますよ。人狼ゲームだ。人狼ゲームっぽい。はい、皆さんいいですか。はい、皆さんいいですか。床、目覚まされ床。はい、まあポジションはどこでもいいです。ポジションはどこでもいいです。座ってください。好きなところに座ってください。好きなところに座ってください。叩かない椅子を叩かない。直してんのか。直してんのか。ありがとう。ありがとう。はい、セスクリー。はい、セスクリー。椅子に座りなさい。椅子に座りなさい。椅子に座って。椅子に座ってください。ま、回らない椅子の周りで。回らない椅子の周りで。走れない。走れない。身に覚えあるな。はい。はい。ミサトラ、うんこしない。ミサトラ、うんこしない。うんこ拾わない。投げない。投げない。立たない。ねえ、立たない。ねえ、いらんって、いらんって。これ座りなさい。座りなさい。うんこ投げられた。お前が先生がうんこ投げられた。マジで無理。お前がそれは無理だもん。うんこらん静かにしろよ。うんこやろ。うんこなんじゃねえよ。うんこ先生に言ってよ。うんこ先生。はい、もう正式に。うんこ先生。いいですか。うんこ先生、うんこっちさん早くして。はい、うん、誰がうんこっちや、悲しいわ。はい、それではですね、はい、それではですね、やっとオープニングだ、やっとオープニングだ。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。よこんばんは、ていなさい。こんばんは、ていなさい。挨拶しなさい。チキー。はい、今日はですね、はい、今日はですね、ご参加していただいてありがとうございます。アモンガス、人数不足によりですね、バラシになりました。代わりに、ラストで人狼をしたいと思います。したいと思います。ギャラリーはゼロなんですけどね。ギャラリーはゼロなんですけどもね、盛り上げていこうかなと我々でね。はい、それではですね、早速ですね、もう時間も時間なんで、ありがとうございました。もう始めたいと思いますけども、よろしいですかね。はい、ね、ま、もうあと、人狼の決め方なんですけど、こちらにですね、木箱がございます。この中にね、メモが入ってるんで、一人一枚取っていただいてですね、その中に、人狼か市民か、書いております。一応役職はですね、人狼二人と占い師一人にしてます。占い師って何ですか？一日に一回と占うことができます。人狼か人狼じゃないかがわかります。なんですって？じゃあ砂場さん説明してもらっていいですか。あれなんでなんでよ。砂場さんが詳しいんで一番。自由は何をするんだ。砂場さんちょっといいですか。大御所ちゃんとしてくださいよ、大御所。初日一人、釣られます。そこから5分10分ぐらい議論を始めてもらいます。はい、そこで怪しい人を釣るで、夜になったら、もう待って、俺もう説明してよ、やっぱり俺無理だ。アモアスの議論と一緒です。アモアスの議論と一緒です。一日に一人はいなくなります。お前も議論中に一人釣るっていうシステムです。 OK ですかね。レギュレーション、人狼2の人狼2人、占い師1人、OK ですか。はい、はい、夜になったら人を殺さないといけないんですけど、GM が、自分 GM が銃でその人を撃ちたいと思います。はい、それでは早速始めたいと思います。最初の夜がやってきました。皆さん、顔をですね、はい、見上げてください。
見上げるのか。多分見上げれば、見上げれば多分見えないよね。見えないよね。大丈夫よね。メガテネブ。見えないよね。オッケーオッケーオッケー。見えないね。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。見てくださいね、上を。上を見てね、ずっとね。満月ですわ。オッケー、いいですね。大丈夫だよ。ごめんね。ありがとうね。ありがとうね。これでいいかな。これでいいかな。はい、それでは皆さん。あ、来た。下げるよ。ちょっと待って。今日行った方がいいですわ。やばいやばいやばい。人狼より恐ろしいですよ、これ。人狼より恐ろしい。サンチさん、動かないで。ここでしょ。サンチさん、動かないで。動かないで。チリーさん、動かないでるからな。いやもうこれ。これはやばいな、マジで。バッテリーが破壊されました。どうなってんですわよ。これが本当の敗損です。よよ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 よあの天気ね。バリバリ禁止です。ひどすぎる。よし。はい。超えてたか。それでは。あ、ミサトラン。いや、ひどいぞ。あの座ってミサトラン。ミサトラン座ってください。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、すみません、皆さんお待たせしました。申し訳ないです。はい。ということで占い師は誰かランダムで一人白が分かりました。朝がやってまいりました。はい。それでは何分がいいかな ?5 分で、討論を。よろしくお願いします。始まり、はい、担当もです。お願いします。よっよっ占い師出てこいよ。占い師です。おお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 お私、平坂芽衣がなんと占い師ですわ。嘘じゃないですわよ。瀬戸朝日さんが市民らしいですわ。占い師です。私が占い師ですわ。おおおお。私はランちゃんが白と伝えられました。お告げが来ました。らしい。もう女の子だよ。後ろ出してるだけだろお前。適当なことやめ。おいこの流れだよ。ランと実際もんだろ。待て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 、聞いてくれ。俺ランちゃんじゃなくてリンちゃんを占いたいです。そしたら変えてください。ねっけね。白いなぁ。ないよ。女の女の俺はリンちゃんを占いたい。それか何のものです。知りたいんですの。これ今日占いから行くんですか、グレーから行くですか。いや、でも2日目の占い結果も知りてえよな。ですわよね。知りたいですよね。そうだから、まあグレーから行くのがいいんじゃないですか。スナパイ、ハッチャン、ナツメ、リン、まあ、ここから怪しいやつ釣るのがいいんじゃないですか。ハッチャン、さあ、買います。もしかして俺白い。え、どうして。占い師が2人いるということは片方は人狼だな。そうだね。人狼ってことですか。本当ですわ。人狼が白と言った相手が人狼だったとき、俺たち4人は全員白だぞ。おお。本当だ。つまり平坂芽衣さんが囲っていれば、我々は全然関係ない真っ白だと。そういうことですわ。あるぞ。いや、だとしたらやっぱ、サンジミサトラは囲ってそうだよな。いや、あれはやっせんですな。ゴリゴリに囲ってそうだぞ、そこ。嘘つけですわ。囲ってくれなかったじゃないですのよ。一番好みな女選んだんじゃないですの。
ほらほら。ですわですわ。そういうことか。どう市民なの。で市民噛まれてもまだ終わんないですよね次の日。それはそう。ロラして一人狼絶対に落とすもありじゃない。どっちでもいいんじゃない。でもさ、どっちでもいいけどさ、お前らのさ、目線、今俺しかいないでしょうね。みんなみんな、ね、一二三には大変申し訳ないんだけど、一二三、明日、瀬戸朝日を占ってくれないか。おぉ、クラス、平田組は、まあ、ランちゃんを占ってくれ。今日は、グレーにあー、クラス、あー、オッケーオッケー。わかりました。たぶん他にそれ、理にかなってますね。いいですわね。そしたらね、最高隠し色2つできるかもしれないし、確かにその通りな。じゃあ今日はの提案させてくれたスナパイさん釣りってことで、じゃあ、ね、ありがとうですわ。まあでも確かに操ってる感があるからな。やめてくださいよ。ちょっと言ってみただけじゃないですか。残り1分です。やめてくださいよ。盛り上がってるな。残り1分ですよ。どうすんですか。誰来るんですの。あ、サジさんが思って死んだ。サジさんが多分回線落ちてました。出ちゃった。回線落ち。一つ思ったんだけどさ、騎士いないからさ、新占い師噛まれたらどうするの。もう隠しは新占いの白は隠し色扱いにして、対抗の占い師つって最終日はもう完全ランダムだな。めちゃめちゃ黒ですわ。そうなっちゃうよね。黒さんしかないですよ。私時間切れです。はい、議論やめてください。それではですね、これ3時落ちてんの。落ちてんだ。生えたかってないから。いや、これ戻ってくるまで進められないですよね。戻ってくるまで無理よね。お前待機だね。じゃあハンカチ落とししよう。あっ、ハンカチ入れる。何それ。何それ。座りますわ。座って座って。これ気づかずに私がタッチしたら勝ちだからね。何をするゲームなのこれ。気づかずに。ハンカチ落としだって。あ、ハンカチ落としって何するの。あら、あー、そのね、誰かが椅子の後ろになんか落とされて。あ、お負けな、負けな。うわあ、負けんなよ。おい、座れ、座れ。あ、任せとけ。いいね、これも。これもいいね。あらあら。え。お、みさつら後ろ見んなよ、お前。おい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 。いや、後ろ見なかったらハンカチ落としよ。どうしようもないな。後ろ見れないですよね。後ろ見れねえな。後ろ見れないですね。あ、追いかけ、拾って。あ、あ、クマ肉を落としてる。あれ、クマ肉は私のでしたわ。え、メイさん、ハンコチョッチ。え、ごめんですわ。クマ肉落としてました。ちょっとみんな、ちょっとみんな座って座って、一回みんな座って、一回みんな座って、せーの、フルーツバスケット。ああ、うええ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 え全員分椅子あるから。ちょ、全員分椅子あるから。今日、一食しか食べてない人。あら。俺しかいないのか。じゃあ、夏目いい。夏目いいよ、いいよ。夏目いい。じゃあ、昨日外に出てない人。わあ。わあ、二人か。二人か。いや、交換だからさ、意味ないのよ。だからさ、あの、だから椅子が閉園で終わるゲームされてるから、これ意味ないの。行くよ。閉園ですわ。フルーツバスケット。あ、これ席がない、席がない、あった。幼稚園ですわ。あったじゃねえわ。あるわ。え、ガチで1個減らしてみる椅子。減らすよ。うん。いいよ。オッケー。おー、ガチだ。じゃあ、今現在、
靴下を履いてない人。ワクワク。あら。はい。オッケー。はい。はい。はい。最後に座った人がお題出すみたいな。ああ、お題出すのね。オッケーオッケー。大丈夫？やばいよ。誰誰誰誰誰誰？え？服脱げですわ。え？セットが落とした。え？え？セットが落とした。すげえ。え？人が乗ってたやつ。落とした。ええ。やば。ええ。誰のヘビ？あら、大丈夫ですか？レップ、レップさん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 、ネットマッケットネプチンさんもやろうよ。ネプチンさんやる。ネプチンさんやる。ネプチンさんもやろう。フルーツバッケット。怖い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 。おい、ミサトラン、ミサトラン、ミサトラン、許す。ミサトラン乗ってみな、ミサトラン乗ってみな。じゃあごめんね、ごめんね。おい、待って待って待って、おい、何のミサトランの所有物みてえな。オッケーオッケー。おい、おぉ、ミサトラン運転しろ、ミサトラン運転しろ。ミサトラン、ミサトラン、ミサトラン行け、行け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 。おぉ、行け行け。ダブル、ダブル、ダブル。おすいませんでした。よし、戻ってこい、戻ってこい、お前ら戻ってこい。ミサトラ、二回目。戻ってこい。俺も大丈夫。乗ったからさ、二人で返そうぜ。もうレプさんマジでごめん。レプさんマジでごめん。ごめんね、ちょっと。申し訳ない。首謀者のおっちさんだからね。ごめんなさい、すいませんでした。ごめんなさい、レプさん本当にごめんね。すいませんでした。買ってね、3分も経ってない。すみませんでした。本当にすみませんでした。おっさんさん帰ってきた。サンチさん、サンチさん帰ってきた。すみません、お待たせしました。何がなんだか。本当にすみませんでした。よし、やっぱ123が一番悪いってことね。じゃあこれ、この今回の首謀者は、あの議論の結果、123人狼だから釣ろうっていう話になりました。はい、すみません、ちょっと途中になりました。レプちゃん、レプさん今から人狼するんで、今感染モードですけど大丈夫ですか？見ときます。いいんですか？大丈夫ですか？はい、それではですね、投票の時間です。じゃあ12時方向の方から一人ずつなんかコールでいいですかね、これって。じゃあ夏目先生、夏目先生一票。はい、投票しますわ。はい、生徒朝日。じゃあ僕はこいつです。はい、はっちゃん、はっちゃん一票。はい、スナパイさん。はい、リンさんに一票入れます。あ、リンさん、はっちゃんも一票入れます。リンさん、はい。じゃあ、はっちゃん。はい、スナパイさんに入れます。はい、それでは夏目先生、スナパイさんに入れます。はい、スナパイさん。はい、リンさん。はい、どうしようかな。じゃあ私は、じゃあ夏目先生に1票入れます。夏目先生1票。はい、はい、それではミサトラン。はい、夏目先生とスナパイさん今2票なの？2票かな。2票かな。うん、はっちゃんが1票かな。で、リンさん1票。じゃあはっちゃんに入れます。お、はっちゃんに1票。はい、3時。これで占い師の人がどこに入れるか。
じゃあ、はっちゃんで。あらあら。はい、投票結果、3票投票されたはっちゃんが追放されます。ほんまかないっすか、みたいな。はい、ちょっと待った。怖い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 。遺言なし。死んでるよ。死んでるよ。遺言なし。はい、恐ろしい夜がやってまいりました。今のが一番恐ろしいけど。人狼の方は私のディスコード個人 DM に誰を殺すかを教えてください。そして占い師の方はこのラストのチームチャットで誰を占うかを教えてください。それ以外の方は上向いてください。はっちゃんどこ今。あ、そっから見てんだ。あ、今感染、感染ね。それでは恐ろしい夜がやってまいりましたと。いきます。やってきましたと。はい、目を開けてください。笑ったまま死ぬのおもろ。はい、目を開けてください。なるほど、死んでんの。あー、ピクピクして誰が死んだ。あー、亡くなったのは黒い足が黒い足でした。死んだ死んだ。ピクピクしてますわ。さあ、朝がやってまいりましたよ。恐ろしい。はい、それでは議論を進めてください。デスゲーム。タイムリミットは5分です。デスゲームすぎる。どうぞ占い結果どうぞ。占い結果、ランちゃん白でしたわー。はい、セット朝日白です。あら、じゃあ確定白2人ですわ。じゃあ、残ってるのが夏目とリンさんだけ。シュールだよ。眠りの小五郎みたいなんですわ。とりあえずはっちゃんで連れてなければ二人が残ってるから、今日連れなかったら終わりです。提案なんだけど、夏目は白だからリンさんを釣ってほしいんだけど、占い師から行くんだったら平坂芽依さんから行きたい。あの、平坂芽依さんとリンさんが投票合わせて夏目にやってきてるから、投票合わせるっていう意味で連携が取れてるから。いや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 、リンさんを夏目先生視点はそうかもしれませんけど、でもリンさんがなぜ、隠しろ、リンさんがなぜじゃスナパイさんに入れてるからじゃないかな、違うかな。あ、私夏目先生に入れて、夏目先生に入れて、ターゲット夏目にしてくるんだったら、なんかはっちゃんで連れてなくて残りのグレーに狼いるんだったら、クロスで隠しろ作らねえんじゃねえかなと思っちゃった。リンさんと平坂芽依さんがもう夏目にターゲット定めてるんだったら、あり得る戦法だと思って。めっちゃ夏目先生自分主人公や。まあ夏目先生的にはそうだということだけど、ただ私からしたら別にリンさんとつながってないので、占いの方が精査つきやすいんだったら占いで、グレーの夏目とリンさんからどっちかしろを決めてるんだったらどっちかを。って感じだな。占いの白を出せばいい。白っぽいところを言えばいいのこれ。今どうしたらいい。でもはっちゃんで落ちてる可能性があるから、白白になる可能性あるじゃん。1分前です。はっちゃんで落ちてるんだったら一人さんが真の占い師だと思う。はっちゃんが最初から一人さん怪しいって言ってて、一人さんもはっちゃんに。そんなわかりやすい感じの。リンさん、どっちが真だと思う。私はどっちだろう。でも、夏目先生の意見はちょっと私も賛成なので、メイン様から釣りたいのは。あ、そうなの。あらあら、急にそんな。あらあらあら、メイさん。メイさん、仲間いないんですね。私ですの。なんでですわよ。準備はできてますよ、もう打つ準備は。あー、でも、まあ隠しろ2人できてるから。はい、終了。セットさん、あ、わからないよ。終了です。さあ、ということで投票の、盤面です。メイさんから順に、誰を投票するか言ってください。とりあえずでも思うんですけど、やっぱ隠しろの、私今結構夏目先生が割と議論に主導を握ってる感じになっちゃってるけど、夏目先生はそのグレーなので、できれば瀬戸さん、ランさんの隠しろ2人の、票で釣ってほしいなっていうところでですわね。なのですけれども、とりあえずはっちゃんで釣れてる可能性があるので、サンジさんに行きます。私は
はい、了解です。3時2票では瀬戸朝日誰に入れますか。僕も1、2、3に入れようかなと思ってます。マジか。それでは夏目先生お願いします。メイ様かな。メイだけどメイ様かな。はい、ラサカメイさんに、1票ね。はい、それではリンさんどなたに投票しますか。はい、メイお嬢様に投票します。はい、2票ね。はい、血が近づいてきてますよ。はい、それでは、それではミサトラン、ミサトラン誰に投票しますか。誰に投票しますか。俺2人がもうメイさん入れちゃうの。どっちに残ってほしいんだい。そしたらメイさんの味方はハチャンしかいないじゃん。俺1、2、3行ってよーい。どうする。1、2、3って入れます。なんで。はい、はい、3時2票ね。3時2票ね。はい、ということで、はい、ということで、3票と2票なので、票と2票なので、3時が追放されます。追放されます。あれ、1、2、3って投票してない。投票してない。投票してない。あ、まだか。3時間投票してない。投票してない。ごめん、ごめん、投票お願いします。投票お願いします。そんな理不尽な。平坂芽衣さんに入れますか。平坂芽衣さんに入れますか。やったり前でしょ。メイさんあなたですよ。了解しました。了解しました。それではまた。それではまた。再議論かな。再議論かな。三分ぐらい。三分ぐらいにしますか。それでは。はい。それでは。三分間話し合ってください。お願いします。三分間話し合ってください。お願いします。夏目、Dさんがなんか平坂芽衣さん怪しいって言うだけ言って投票三時さんにすると思ったんですよ。でも三時さんに入れてるから次は三時さんに入れようと思ってます。なんて。じゃあもう、じゃあもう決まってるじゃないですのよ。オッケー、オッケーですわ。いや、マジです。本当に信じちゃう。じゃあ、サンジさん誰だ。そんな女の嘘を許しちゃう。相方誰なのよ、メイさんの。そうよ、そうよ、あたいの借りたいよ。どうすりゃいいんだろうな。さっきの投票の時、夏目先生もリンさんもメイさん投票するって言ったじゃないよ。ここで釣られなかったらもう次噛んで勝てるのにわざわざライン切りするってこと。そうよ、そうよ。やばった。でも実際はっちゃんスナッパーさんで釣れてる線もあったわけだからどうなんでしょうか。そこはスナッパーさんでは釣れてないけど、スナッパーさんは違う。むず、え、むず。はっちゃんで釣れてたらメイさんと相方だと思うから、サンジさん釣って終わんなくてもメイさん釣ったり。うんうん、そうだったね。メイさんの相方って投票で見るとはっちゃんくらいしかいないのか。まあ、そうか、そうだな。まあ、わかった、そうだな。まあ、そのスナッパーさん、はっちゃんで釣れてたら、まあ、大丈夫だけど、今、そうだな、そういうことだな。それか、まあ、うまいかだな、もう相方が。ですかね。はい、残り1分です。言い残したことはねえか。それがうまいわ。あの、めちゃくちゃね、すごい俺はね、文句があるけど、まあ、いいだろう。白いな。文句がいろいろあるけど、いいだろう。なんだ、なんだ。あとって言わせてもらおう。リンさん、なんですか。割と白目かなと思っちゃってたんですけど、そうではないんですかね。あ、一二三、真なんじゃないかっていう。はい、はい、いいですか。あ、リンさん。それは、なんか理由がありますか。なんか、議論の内容だけなんですけれども、ちょっといろんな角度から意見を探そうとされてらっしゃったので、ちょっと白目が高いのかなってちょっと思っちゃったんですけど、ほっこ、はい、なるほどですわ。まあ、でも追い詰められるとオオカミってわめくんで、わめいてるの誰かってことですよね。ですわ。よく喋るっていうのはやっぱり怪しいんじゃないかなって私は思うんですが、まあ私はまあここで仮に連れてるのであれば飲みましょう。私はそれだけだ。あとで文句ある。はい、終了してください。はい、で時間切れです。はい、それでは投票再び平坂芽衣さんから時計回りで投票お願いします。アンジさんですわ。はい、3時ね。はい、では瀬戸朝日お願いします。僕も同じく3時さんだと思います。はい、了解です。はい、夏目先生お願いします。はい、3時さんで。3時さん、はい。あ、はい、それではリンさん。はい、じゃあ私も投票合わせます。3時さんで。はい、3時さんに入れます。はい、
三時。言い残したことはねえか。はい、いいですかね。はい。俺です。はい、それでは三時が追放となりました。ピクピクしてる。音楽なんなの？音楽何？いい音楽すごいわね。じゃねえわ。はい、それでは試合終わっちゃうの？恐ろしい夜が再びやってまいりました。それでは続くのかな？人狼の方は次誰をやるか、個人 GM に私宛に、教えてください。そして、占い師の人は私に誰を占いたいか教えてください。それ以外の方は上の方に上を見てくださいね。ボボ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 ボいやはい、恐ろしい朝がやってまいりました。コケコッコ、朝は恐ろしくないよ。朝は恐ろしくない。死んだのはミサトランでした。それでは議論を5分間、お願いします。はい、見つけちゃいましたわよ。リンさん黒でしたわ。はにゃ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 。まあ片方を占うだけではあるんですけれどもね。はい、まあ夏目先生はどっちかっていうとまあね、主観強い感じというかパッションがめちゃめちゃ白かったんで、まあこっちとしてはマイッチングだったですけどですわけど、はい、お、およよよよよよ、はい、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいですわねって感じではあるんですけれども、はい、ライン喋れないんだね。ライン切りではないと思うので、夏目先生がもし狼だったら私はもうすごいなって思うので、私はメイさんに、はい、投票します。夏目先生が狼だったら、でも今だったらあれですよね、ハッチャンさんって落ちてるから、これどういうこと、終わってないから、これ現状今4人しかいないから、一人狼は落ちてくださって、はい、そうか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 、そうか、ね、そうか、今ありえるのは、そう、はい、そこしかないってことね。あ、対抗だけですね。そういうことですわね。そういうことか。で、先生と私が黒だったらもう終わっちゃってるんで、ってことで、それで 1B さんが連れて試合が終わらなかったってことは、はい、終わってないってことは、はい、1、2、3がじゃあ人狼だったのかなと僕は思ってるんで、ですが、まあ、メニュー嬢様は僕視点は白かなって思ってます。およよよよよよ、レイさんかな。なるほど、そうなんですね。あ、でも別に私の見方ってはないし、はい、夏目主観目線だと、リンさんとお嬢さんがつながってた可能性があったけど、そうじゃなかったから3、3つっただけで、夏目白目線だと、リンさんとサンジさんだったら、初日の投票に違和感、いやどうなの、違和感ある。初日ってどこに行ったら違和感ないんでしょ。はっちゃんが、リンさんとメイ様だったら夏目に合わせるのは納得なんだけど、リンさんとサンジさんだったら、連携取れてないし、占いからもう行ったから、グレーはもう白を置きたいっすね。2日目で占いから行ったから、もう名様をロラしたい。ハッちゃんでグレーで、ハッちゃんで落ちてる進行だから、もうこれ、うんうん、え、じゃあ例えば夏目先生は誰に投票してたら、その残り1分です。3、あ、その今の夏目の考えは、メイ様を偽で見てるんじゃなくて、ハッ、うん、ちゃんを黒確定で見てるから、うん、進行上だからもうメイ様に行く。占いの真偽はもう夏目は考えてないです。だからサンジさんに入れた。占いローラーすれば終わったから、うんうん、終わると思ったから。いや、私が死んでリンさんが黒っていうのはもう完全に見てないってことですの、うん、見てない、見てない。じゃあ、はっちゃんが黒っていうよりはもうリンさんが白ってことでいいんですの。じゃあ、はっちゃんが 黒っていう進行で占いってことですから。ああ、なるほど、うん、
そこの時点ではそもそも、まあ、はっちゃんが黒でも白でも売らないっていう感じだったと思うんですけれども、グレー行くのが危険だからっていうところで、はい、議論止めてください。確率的には同じじゃない？だって、はい、議論は終わってください。それでは、投票画面に場面に行きます。平坂芽衣さんから誰から釣りたいか教えてください。はい、リンさんですわ。リンさん、はい。では瀬戸朝日。同じく僕もリンさんかなと思ってます。はい、夏目先生。メッペさんかな。はい、リンさん。メイお嬢様に入れます。はい、それでは、同票なので、4人だから多分ルーレットかなんかで決めた方が。ルーレットでいきますか。ルーレットって持ってます？誰か。ルーレット作った、ルーレット作った。あ、ありがとう。作った作った。ナイスナイスナイス。ここに貼るわ。お願いします。はい、すごいな、意外と熱いな試合が。意外と普通に人狼やってるっていう。ランダム処刑ルーレットや。半分にしてランダム処刑ルーレットね。平坂って感じで。はい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 。いやすごいな意外と。でもちょっとね、チームあれでしたけどもできるもんだな。ヘッピー重かったな。はい、それでは行きますよ。誰が回す？誰が回しますか？どっち回して？回しますよ。じゃあどっちが回して？行きます。はい、投票されるのは、釣られるのはこちらです。いけいけいけ。どうなるでしょうこれ。ロイヤルちょっと待って。おい、レッドチーム。おい、レッドチーム。おい、レッドチーム。やべえ。やべえ。やべえ。やばいぜ。やばい。おい、レッドチーム。今から投票タイムなんですのよ。うわー。やばい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 。うわー。もったいない、もったいない。うわ、やばい、やばい。250スクラップ。うわー、おいおい、ごめんなさい。せっかくのストーリーを返せめちゃくちゃ。この返事を返せ。ダイがいっぱい。ごめんなさい。みんなみんな死んでる。大変申し訳ございませんでした。あったー。ちょっと